チャンネルです。今回紹介するのはこちら、デラックスマジックダイヤルファイター、潜水艦の形。トート箱はこんな感じ。ダイヤルファイターなのでルパンレンジャーの武器です。ここに怪盗のマークが入ってます。今回のダイヤルは青色。これって水星艦やん。潜水艦？うん。水の色っていうこと？うん。後ろから見るとこんな感じです。ここがモーターになってて水の中を進みます。裏には溝がついてるので VS チェンジャーにセットできます。それじゃあ VS チェンジャーの音声を確認します。じゃあいくよ。マジックって何の数字？02ないくよ。怪盗チェンジ、怪盗ブースト。攻撃音はこんな感じです。なんか不思議な音やね。星のカービィのさ、星でで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 でってなってから、後ろにキラキラ吐くやん。ピーン、その音みたい。合体するやつやね。うん。よし、じゃあ出撃やってみる。うん、じゃあやるよ。これぞやる。飛べ飛べ飛べ。え、マジックって言うんじゃない。マジック。テレビではノエルがルパンレッドに渡した武器です。弓矢。そうそう、それがマジックアロー。ルパンレッドが VS チェンジャーにつけたら弓矢みたいになりました。それでこのマジックダイヤルファイターは秘密があって、なんとここが取れます。このままじゃ何もないけど、これ反対にするよ。ここにね、角みたいなところがあるよ。赤い角に手を入れて開けたら、ほら、ロボットの顔。こんなロボットの顔が隠れてます。じゃあこのままつけてみようか。はい。大根みたいな。大根がついちゃうね。確かに。私閉めちゃったらユニコーンがなっちゃう。あー、角がね。顔も白いやん。角割れとったらガンダムよ、これも。マジックダイヤルファイターもロボットに変形できます。それはまた今度の動画でやろうと思います。それじゃあ次の動画もまた見てね。バイバーイ。ちょっと名前考えてみたよ。え、どの名前？デラックス、うん、マジック大根ファイター。何よその名前。マジック大根ファイター、完成。マジック大根ファイター、変な名前。桃チャンネル、また見たね。